どうも、タンポポ川村です。小学生の頃のあだ名粘土でした。今日はリクエストにあった ASMR 初めて挑戦したいと思います。どうも、右耳です。やっほー、左耳です。今日は赤ずきんちゃんを読みたいと思います。赤ずきんちゃん、こんにちは。狼は言いました。ありがとう、狼ちゃん。体操早くからどちらへ？おばあちゃんのところへ行くのよ。前掛けの下に持っているものは何？どこさ、赤ずきんちゃん。これからまた8、9丁も歩いてね。森の奥の奥で大きなカシの木が3本立ってる下のお家よ。お家の周りにクルミの生け垣があるからすぐわかる。
柔らかそうな小娘、こいつは油が乗って美味しそうだ。ばあさまよりはずっと味がよかろう。ついでに両方一緒にパックリやる工夫が肝心だ。そこで狼はしばらくの間、赤ずきんちゃんと並んで歩きながらこう話しました。赤ずきんちゃん、まあそこら中きれいに咲いている花をごらん。なんだって方々を眺めてみないんだろうな。ほら、小鳥があんなにいい声で歌を歌っているのに、赤ずきんちゃんなんだかまるで聞いていないようだな。学校へ行く時のようにむやみとせっせこせっせこと歩いているんだな。外は森の中がこんなに明るくて楽しいのに。そう言われて赤ずきんちゃんは仰向いてみました。するとお日様の光が木と木の茂った中から漏れて、ここでも楽しそうにダンスしていて、どの木にもどの木にも綺麗な花がいっぱい咲いているのが目に入りました。そこで私、おばあさまに元気で勢いのいいお花を探して花束をこしらえて持って行ってあげよう。するとおばあさん、きっとお喜びになるわ。まだ朝早いから大丈夫、時間までに行かれるでしょう、とこう言って、ついと横道からその中へ駆け出していって、森の中のいろいろの穴を探しました。そうして一つ穴を積むと、その先にもっと綺麗なのがあるんじゃないかという気がして、その方へ駆けていきました。そうしてだんだん森の奥へ奥へと誘われていきました。この間に隙を狙って大組はスタコラスタコラおばあさんのお家へ駆けていきました。そしてどんどんと叩きました。おや、どなた？赤ずきんちゃんよ。お菓子とぶどう酒をお見舞いに持ってきたのよ。開けてちょうだい。取っ手を押しておくれ。おばあさんはご病気で弱っていて起きれないのよ。狼は取っ手を押しました。ドアポンと開きました。狼はすぐ入っていて、何も言わずにいきなりおばあさんの寝ているところへ行って、あんぐり一口におばあさんを飲み込みました。それからおばあさんの着物を着て、おばあさんの頭巾をかぶって、おばあさんの床にごろりと寝て、ガーテンを引いておきました。赤ずきんちゃんはお花を集めるのに夢中で森中駆け回っていました。そうして集めるだけ集めて、その上持ちきれないほどになったとき、おばあさんのことを思い出してまたいつもの道に戻りました。おばあさんの家へ来てみると、戸が開いたままになっているので、変だなぁと思いながら中へ入りました。すると何かがいつもと変わって見えたので、変だわ、どうしたのでしょう、今日はなんだか胸がワクワクして気味の悪いこと。
ばあさんのところへ来ればいつだって楽しいのに、と思いながら大きな声で、おはようございます、と叫んでみました。でも返事はありませんでした。そこでどこのところへ行ってカーテンを開けてみました。するとそこにおばあさんは横になっていましたが、頭巾をすっぽり目まで下げて、なんだかいつもと様子が変わっていました。あら、おばあさん、なんて大きなお耳。お前の声がよく聞こえるようにさ。あら、おばあさん、なんて大きなお目目。お前のいるのがよく見えるようにさ。あら、おばあさん、なんて大きなおてて。お前がよくつかめるようにさ。お前を食べるのにいいようにさ。そう言いながら狼はいきなり寝床から飛び出して、かわいそうに赤ずきんちゃんをただ一口にあんぐりやってしまいました。これでしたたかお腹を膨らませると、狼はまた寝床長々と寝そべって休みました。やがてものすごい音を立てていびきをかき出しました。ちょうどその時カリウドが表を通りかかって、はてなと思って立ち止まりました。ばあさんがすごいいびきで寝ているが変だな。どれ、何か変わったことがあるんじゃないか。見てやらずばなるまい。そこで中へ入ってみて、寝床のところへ行ってみますと、狼が横になっていました。チキショウ、このバチ当たり目がとうとう見つけたぞ。長い間貴様を探していたんだ。そこでカリウドはすぐと鉄砲を向けました。途端にふと音によると、狼のやつおばあさんをそのまま飲んでいるかもしれないし、まだ中で助かっているかもしれないぞと思いつきました。そこで鉄砲を撃つことはやめにして、その代わりハサミを出して眠っている狼のお腹をチョキチョキ切り始めました。またハサミ入れると赤ずきんがちらりと見えました。もうまたハサミ入れると女の子が飛び出してきて、まあ私どんなにびっくりしたでしょう。狼のお腹の中のそれは暗いったらなかったわ、と言いました。やがておばあさんもまだ生きていて這い出してきました。もう弱って虫の息になっていました。赤ずきんちゃんは早速大きなゴロ大石をえんやらえんやら運んできて、狼のお腹の中にいっぱい詰めました。やがて目が覚めて狼が飛び出そうとしますと、
りました。さあ3人は大喜びです。カリウトは狼の毛皮を剥いで家へ持って帰りました。おばあさんは赤ずきんちゃんの持ってきたお菓子を食べてぶどう酒を飲みました。それですっかり元気を取り返しました。でも赤ずきんはもう二度と森の中で横道に入って駆け回ったりなんかやめましょう。お母さんがいけないとおっしゃったのですものね、と考えました。めでたしめでたし。以上、赤ずきんちゃんでした。どうも、幼稚園からおかっぱです。タンポポ川村です。一度だけ高校生の時にボディーパーマというふわふわのパーマをかけたんですが、好きな男子にそれ下の毛じゃねえかと言われて、すぐにストレートに戻しました。本日もよろしくお願いします。本日は童謡を読みたいと思います。どうも、左耳です。おーい、おーい、右耳です。それでは、アーメン。
べぶりお月さん。作詞野口。雨に感情の情で宇宙さんかな、野口宇宙さん。作曲中山新平さん。先ほどと同じ方ですね。大正14年一番雨降りお月さん。雲の影、お嫁に行くときゃ誰と行く。一人でからかさ刺して行く。からかさないときゃ誰と行く。シャラシャラシャンシャン鈴つけた。お馬に揺られて濡れてゆく。転がいいね。2番です。急がにゃお馬よ、夜が明けよう。手綱の下からちょいと見たりゃ、お袖でお顔を隠してる。お袖は濡れても感謝乾く。雨降りお月さん、雲の影、星座をに白梅雨を。
通に輪をかく波なくばチャラララララケーブルとばかり思わせて降るとも見えじ春の雨。いかがだったでしょうか。皆さんも想像して歌ってみてください。以上、雨三部作でした。早く梅雨が明けますようにてるてる坊主作りましょう。ありがとうございました。どうも、たんぽぽ川村です。私は今日ティーバック。本日は ASMR で怖い話を読みたいと思います。ちなみにティーバックの色は真っ赤です。それでは怖い話。死を招く子供の幽霊。これは A さんが体験した話。 A さんはある時美容院に髪を切りに行きました。今まで通っていた美容室ではなく新規の場所でした。中に入ってみると良い雰囲気でした。こじんまりしているがおしゃれな店内。お客さんは多く、スタッフの対応も良かった。 A さんは好印象を持ちました。次回からはここへ通おうと思えるほどだ。彼はシャンプーを専門にやっていた。まだ入って日も浅いのかもしれない。 A さんは別の女性スタッフからシャンプーをしてもらったので、その男性スタッフと関わることはなかった。関わっていないのだから接客態度うんぬんのしてはない。その男性スタッフのおかしい点に気づいてしまったのだ。いや、正確に言えば男性スタッフにおかしな点はない。むしろ真面目そうな好青年だった。何がおかしいのかというと、その男性の両隣に幼い男女がべったりとくっついているのだ。最初はそのスタッフの子供だと思った。若いパパなのだろうと思っていた。でも新人スタッフが子供を連れて働けるものなのだろうか。店長クラスならある程度の自由が利くかもしれないが、新人スタッフに
さんはそれ以来、その美容室には行っていない。皆さんも子供の霊には気をつけてくださいね。ひひ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 ひ。どうもタンポポ川村です、先日彼氏自慢する女性にイラッとしました。私の彼氏って映画行くのも一緒、ご飯食べるのも一緒、お風呂入るのも一緒。おめえの彼氏は生まれたてかよ。本日もよろしくお願いします。本日は ASMR です、童謡をゆっくり読みたいと思います。それではお願いします。一つ目、夏は来ぬ。明治29年。一番、卯の花の匂う垣根に
い帽子、白い帽子、仲良しさん、いつも取るよ女の子、ランドセルしょってお手手を振って、いつも取るよ仲良しさん、赤い帽子、白い帽子、仲良しさん、いつもかけてく草の道、お弁当下げてお手手を組んで、いつもかけてく仲良しさん。次はじゃあちょっと沖縄風に行ってみたいと思います。いやささ赤い帽子、白い帽子、いやささ仲良しさん、はいさはいさのいつも楽しい笑い声や、はいさ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 、お日和小道かけ帽子踏んで、いつも楽しい仲良しさん、はいさよいさよいさ。じゃあ次は、じゃあちょっとビートを刻んでやってみたいと思います。イエーイ、オーイエーイ、赤い帽子、白い帽子、仲良し、お前ら楽しい仲良しさん、さんささん、太陽昇ってさんささん、いつも可愛い笑い声、歌い声、声声越えてく道を越えてく、赤いお帽子、白いお帽子、お帽子さん、黒い靴、ブラック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 、赤い靴、レッド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 、履いて通るよいつも可愛い仲良しさん、さんささん、太陽を浴びてさんささん。ありがとうございました。これカットでもいいです。さあ最後の童謡になります。こちらゆりかご、作詞北原白秋、作曲草川慎さんです。それでは。ゆりかごの歌をカナリアが歌うよ、ねんねこねんねこねんねこよ、ゆりかごの上にビワの実が揺れるよ、ねんねこねんねこねんねこよ、ゆりかごの綱をキネズミがゆするよ、ねんねこねんねこねんねこよ、ゆりかごの夢に黄色い月がかかるよ、ねんねこねんねこねんねこよ。北原白秋さんの作詞はとても語呂がよく心地がいいですね。それではゆっくり歌ってみたいと思います。ゆりかごの歌をカナリアが歌うよ、ねんねこねんねこねんねこよ、この上に琵琶の実が揺れるよ、ねんねこねんねこねんねこよ。ちょっと音外しましたね。ゆりかごの綱をキネズミが揺するよ、ねんねこねんねこねんねこよ、ゆりかごの夢に黄色い月がかかるよ、ねんねこねんねこねねこよ。とってもいい歌でした。
皆さんもぜひ一緒に歌ってみませんか。ありがとうございました。どうもタンポポ川村です。本日は ASMR 怖い話を読みたいと思います。それでは怖い話。笑う少年。B さんは助手席に乗っていた。車を運転しているのは A さんだ。時刻は夕方だった。車通りの少ない道を走っていると、前方にゆっくりと走っている車が見えた。
救車と警察に電話した。そして大破した車から運転手の男性と例の少年を救出しようと近くに行ってみた。だが車内に少年の姿は見えなかった。後から分かったことだが、この車の運転手は即死だったそうだ。他に乗車している人間はいなかったそうだ。あの少年は一体どこに消えてしまったのだろうか。あなたも一人で運転するときはどうぞ気をつけてください。どうも、タンポポ川村です。皆さん ASMR 眠れていますでしょうか。朝起きた時に水を一杯飲むととても体にいいそうなのでやってみてください。もうやってる人はすいません。本日も ASMR 朗読したいと思います。本日のお話は、狼と四匹の子供ヤギでございます。それでは始まり始まり。狼と四匹の子供ヤギ。昔あるところにお母さんのヤギがいました。このお母さんヤギには可愛い子供ヤギが七匹あって、それを可愛がることは人間のお母さんがその子供を可愛がるのと少しも違ったところはありませんでした。ある日お母さんヤギは子供たちの食べ物を取りに森まで出かけていくので、七匹の子供ヤギを呼んでこう言い聞かせました。お前たちに言っておくがね、母さんが森へ行ってくる間気をつけてよくお留守番してね。決して狼を家へ入れてはならないのよ。あいつはお前たち残らず丸のまんま、それこそ皮も毛も余さず食べてしまうのだよ。あの悪者は分からせまいとして時々姿を変えてやってくるけれど、なーに、声はしゃがれてガーガー声だし、足は真っ黒だし、すぐと見分けはつくのだからね。すると子供ヤギは声をそろえて、母さん大丈夫、あたいたちよく気をつけてお留守番しますから心配しないで行っておいでなさい、と可愛く言いました。そこでお母さんヤギはめいめいと言って安心して出かけて行きました。やがて間もなく誰か表の戸をトントン叩くものがありました。そうして、さあ子供たち開けておくれ、お母さんだよ、めいめいめい、いいお土産を持ってきたのだぞ、と呼びました。でも子供ヤギはそれがしゃがれたガーガー声なのですぐ狼だということが分かりました。あ、手が乾燥。そこで、開けてやらない、お母さんじゃないから。お母さんはきれいないい声してるけど、お前はしゃがれ声のガーガー声だもの、お前は狼だい、と叫びました。そこで狼は荒物屋の店へ出かけて大きな白木を一本買ってきて、それを食べて声をよくしました。それからまた戻ってきて戸を叩いて大きな声で、さあ子供たち開けておくれ、
お母さんだよ。みんなにいいものを持ってきたのだよ。と、怒鳴りました。でも、狼は真っ黒な前足を窓のところにかけていたので、子ヤギたちはそれを見つけて、開けてやらない。うちのお母さんは、お前のような真っ黒な足をしていない。お前は狼だい。と叫びました。そこで狼は、パン屋の店へ出かけて、けつまずいて足を痛めたから練り粉をなすっておくれと言いました。パン屋が狼の前足に練った粉をなすってやりますと、今度は粉屋へ駆けつけていって、おい、前足に白い粉を振りかけておくれと言いました。狼のやつ、また誰か騙すつもりだな。そう粉屋は思ってグズグズしていました。すると狼は、すぐしないと食っちまうぞと怒鳴りつけました。そこで粉屋は怖くなって、狼の前足を白くしてやりました。まあこういうところが人間のダメなところですね。さて、悪者は三度目にヤギのお家の戸口に立って、トントンと叩いてこう言いました。さあ子供たちや、開けておくれ。お母さんが帰ってきたのだよ。お前たちめいめいに森でいいものを見つけてきたのだよ。子供たちは声を揃えて、先に足をお見せ、うちのお母さんだかどうだか見てやるから。そう言われて狼は前足を窓に見せました。子供ヤギがそれを見ますと、白かったので狼の言うことをすっかり本当にして戸を開けました。ところで入ってきたのは誰でしたろう。狼だったではありませんか。みんなわーっと驚いて震え上がって、点々に隠れる場所を探して隠れようとしました。一人は机の下に飛び込みました。次は寝床に入り込みました。三番目は炉の中に隠れました。四番目は台所へ逃げました。五番目は棚に上がりました。六番目は洗面だらいの下に潜りました。七番目は柱時計の箱の中に隠れました。ところが狼はそばから見つけ出して、造作なく一人一人片っ端から捕まえて、ただ一口にあんぐりやってしまいました。ただ大時計の箱の中に隠れた一番小さな子だけは見つからずに済みました。さて、たらふく食べたたい、さてたらふく食べたいだけ食べて、お腹がくちくなると狼は表へ逃げ出して、木の陰になって青としている芝の上に長々と寝そべって、ぐーぐーいびきをかき出しました。それから間もなくお母さんヤギは森から帰ってきました。ところで、まあお母さんヤギはその時何を見たでしょう。表の戸はいっぱいに開き広げてありました。テーブルも椅子も腰掛けも放り出されていました。洗面台は粉々に壊れていました。枕も寝台から転げ落ちておりました。お母さんヤギは子供たちを探しましたが、一人も見つかりません。一人一人名前を呼んでも、誰も返事をする者がありません。おしまいに、一番下の子の名前まで来て、初めて細い声で、母さん、あたい、時計のお箱に隠れているのよ、というのが聞こえました。お母さんヤギはこの子を引っ張り出してやりました。そ
こでその子の口から初めて狼が来て、他の子供たちみんな食べてしまったことが分かりました。その時お母さんヤギはかわいそうな子ヤギたちのことをどんなに泣いて悲しんだか、皆さん察してみてください。やっとのことでお母さんヤギは泣くのをやめて、末っ子ヤギと一緒に外へ出ました。原っぱまで来ると狼はやはり木の陰に長々と寝そべって、それこそ木の枝も葉もブルブル震い動くほどの高いいびきを立てていました。ところでお母さんヤギが狼の様子を遠くからよく見ますと、その膨れ返ったお腹の中で何かもそもそ動いているのが分かりました。まあありがたい、狼のやつ、うちの子供たちをお夕飯にして鵜呑みに飲み込んだままだから、みんなまだきっと生きているのだよ。こう思ってお母さんヤギは早速うちへ駆け込んで、ハサミと針と糸を取ってきました。それから母さんヤギはこの化け物のどてっぱらをちょきんとハサミで一ハサミしました。するともうそこに一匹の子供ヤギがぴょこんと頭を出しました。お母さんは喜んでまたチョキチョキ挟んでいきますと、一人出て二人出て、とうとう六匹の子供ヤギの子が飛び出しました。残らず飛び出しました。みんな無事で誰一人怪我一つしたものはありません。何しろこの大化け物はむやみとガツガツしていて、ただもうグッググッグそのまま喉の奥へ放り込んでしまっていたからです。まあ嬉しいこと、子供たちはお母さんヤギにしっかり抱きつきました。ぴょんぴょん跳ね回りました。でもお母さんヤギは子供たちを止めて、さあそこらでみんな行ってゴロ大使を拾っておいで、この罰当たりな毛玉が寝ているうちにお腹に詰めてやるのだから、と言いました。そこで子供たちは我ガチに駆け出していって、えんやらえんやらゴロ大使を集めて引きずってきました。そうしてそれを狼の中に詰まるだけ詰め込みました。するとお母さんヤギが後からちょちょっと 手ばしこく元のように縫い付けてしまいました。それがいかにも早かったので、狼がまるで気がつかないしごそりともしない間に済んでしまいました。狼はやっとのこと寝たいだけ寝て立ち上がりました。何しろ胃袋の中は石がいっぱいで、喉がカラカラに乾いてたまらないので、吹き井戸のところへ行って水を飲もうとしました。ところが体を動かしかけますと、お腹の中でゴロ大使がぶつかり合ってガラガラゴロゴロ言いました。ガラガラゴロゴロ何が鳴る、そりゃあどこで鳴る、腹で鳴る、ろ一匹小ヤギの泣く声か、こりゃそうじゃないゴロ大使。狼はこう歌いました。さてやっとこすっとこ吹き井戸のところまで来て、水の上にかがもうとするとお腹の石の重みに引かれて、狼はのめり込みました。そうしていやおうなしに泣き泣き狼は水の中に落ち込みました。遠くで見ていた七匹の子供ヤギはみんな駆け寄ってきて、狼死んだよ狼死んだよと叫びながら、お母さんヤギと手をつなぎながら大喜びで井戸の周りを踊り回りましたとさ。めでたしめでたし。
子ヤギたちがみんな助かってよかったですね。狼は子ヤギを丸飲みしてたんですね。よかったですね。それではありがとうございました。どうもタンポポ川村です。本日は ASMR 朗読をさせていただきたいと思います。皆さんぐっすり眠れますように。本日はラプンツェルを朗読したいと思います。それではラプンツェル。昔昔夫婦物があって、長い間子供が欲しい欲しいと言い暮らしておりましたが、やっとおかみさんの望みがかなって、神様が願いを聞いてくださいました。この夫婦の家の後方には小さな窓があって、その向こうに美しい花や野菜を一面に作ったきれいな庭が見えるが、庭の周りには高い塀が回されているばかりでなく、その持ち主は恐ろしい力があって、世間から怖がられている一人の魔女でしたから、誰一人中へは入ろうというものはありませんでした。ある日のこと、おかみさんがこの窓のところへ立って庭を眺めていると、ふと美しいラプンツェルの生えそろった苗床が目につきました。おかみさんはあんな青々した美しい新しい菜を食べたらどんなにうまいだろうと思うと、もうそれが食べたくって食べたくってたまらないほどになりました。それからは毎日毎日ラプンツェルのことばかり考えていたが、いくら欲しがってもとても食べられないと思うと、それが元で病気になって日増しに痩せて青くなってゆきます。これを見て夫はびっくりして尋ねました。お前はまあどうしたんだい？ああとおかみさんは答えました。家の後方の庭にラプンツェルが作ってあるのよ。あれを食べないと私死んでしまうわ。男はおかみさんを可愛がっていたので、心の内で妻を死なせるくらいならまあどうなってもいいや、そのラプンツェルを取ってきてやろうよと思い、夜に紛れて塀を乗り越えて魔法使いの庭へ入り、大急ぎでラプンツェルを一つかみ抜いてきておかみさんに渡すと、おかみさんはそれでサラダをこしらえてうまそうに食べましたけれども、そのサラダの味がどうしても忘れられないほどうまかったので、翌日になると前よりも余計に食べたくなって、それを食べなくては眠れないくらいでしたから、男はもう一度取りに行かなくてはならないことになりました。そこでまた日が暮れてから取りに行きましたが、塀を降りてみると魔法使いの女が目の前に立っていたので、男はぎょっとしてその場で立ちすくんでしまいました。すると魔女が恐ろしい目つきでにらみつけながらこう言いました。なんだってお前は塀を乗り越えてきて盗人のように私のラプンツェルを取ってゆくのだ。そんなことをすれば良いことはないぞ。ああ
どうぞご勘弁してください」と男が答えた。好き好んでいたしたわけではございません。全く切羽詰まって余儀なくいたしましたのです。家内が窓からあなた様のラプンツェルを覗きまして、食べたい食べたいと思い詰めて死ぬくらいになりましたのです。それを聞くと魔女はいくらか機嫌を直してこう言いました。お前の言うのが本当なら、ここにあるラプンツェルをお前の欲しいだけ持たしてあげるよ。だがそれにはお前のおかみさんが産み落とした子供を私にくれる約束をしなくちゃいけない。子供は幸せになるよ。私が母親のように世話をしてやります。男は心配に気を取られて言われる通りに約束してしまった。で、おかみさんがいよいよお産をすると、魔女が来て、その子にラプンツェルという名をつけて連れて行ってしまいました。ラプンツェルは世界に二人とないくらいの美しい娘になりました。娘が12歳になると、魔女はある森の中にある塔の中へ娘を閉じ込めてしまった。その塔ははしごもなければ出口もなく、ただてっぺんに小さな窓が一つある限りでした。魔女が入ろうと思う時には塔の下へ立って大きな声でこう言うのです。ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ。ラプンツェルは金を伸ばしたような長い美しい髪を持っておりました。魔女の声が聞こえると娘はまっすぐに自分の編んだ髪をほどいて窓の折れ釘へ巻きつけて40尺も下まで垂らします。すると魔女はこの髪へ捕まって登ってくるのです。2、3年経ってある時、この国の王子がこの森の中を馬で通ってこの塔の下まで来たことがありました。すると塔の中から何とも言いようのない美しい歌が聞こえてきたので、王子はじっと立ち止まって聞いていました。それはラプンツェルが退屈しのぎに可愛らしい声で歌っているのでした。王子は上へ登ってみたいと思って塔の入り口を探しましたが、いくら探しても見つからないので、そのまま帰って行きました。けれどもその時聞いた歌が心の底まで染み込んでいたので、それからは毎日歌を聴きに森へ出かけて行きました。ある日、王子はまた森へ行って木の後ろに立っていると魔女が来てこう言いました。ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ。それを聞いてラプンツェルが編んだ髪を下へ垂らすと、魔女はそれにつかまって登っていきました。これを見た王子は心の内で、あれがはしごになって人が登っていかれるなら、俺も一つ運試しをやってみようと思って、その翌日、日が暮れかかった頃に塔の下へ行って、ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれと言うと、上から髪の毛が下がってきたので、
工事は登っていきました。ラプンツェルはまだ一度も男というものを見たことがなかったので、今王子が登ってきたのを見ると大変に驚きました。けれども王子は優しく話しかけて、一度聞いた歌が深く心に染み込んで、顔を見るまではどうしても気が安らかにならなかったのを話したので、ラプンツェルもやっと安心しました。それから王子が妻になってくれないかと言い出すと、娘は王子の若くって美しいのを見て心の内で、あのホテルのおばあさんよりはこの人の方がよっぽど私を可愛がってくれそうだと思いましたので、はいと言って手を握らせました。娘はまた、私あなたとご一緒に行きたいんですが、私にはどうして降りたらいいかわからないの。あなたがお出になるたんびに絹紐を一本ずつ持ってきてください。私それではしごを編んで、それが出来上がったら下へ降りますから、馬へ乗せて連れてってちょうだいと言いました。それからまた魔女が来るのは大抵昼間だから、二人はいつも日が暮れてから会うことに約束を決めました。ですから魔女は少しも気がつかずにいましたが、ある日ラプンツェルはうっかり魔女に向かってこう言いました。ねえゴテルのおばあさん、どうしてあなたの方があの若様より引き上げるのに骨が折れるんでしょうね。若様はちょいとの間に登っていらっしゃるのに。まあこの罰当たりが、と魔女が急に高い声を立てた。なんだって、私はお前を世間から引き離しておいたつもりだったのに、お前は私を騙したんだね。こう言って魔女はラプンツェルの美しい髪をつかんで、左の手でぐるぐると巻きつけ、右手にハサミを取って、ジョキリ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 と切り取って、その見事な弁髪を床の上へ切り落としてしまいました。そうしておいて何の容赦もなく、この哀れな少女を砂漠の真ん中へ連れて行って、悲しみと嘆きの底へ沈めてしまいました。ラプンツェルを連れて行った同じ日の夕方、魔女はまた塔の上へ引き返して、切り取った娘の弁髪をしっかりと窓の折れ釘へ結えつけておき、王子が来て、ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれと言うと、それを下へ垂らしました。王子は登ってきたが、上にはかわいいラプンツェルの代わりに魔女が意地の悪い怖らしい目で睨んでいました。魔女はあざ笑った。お前は可愛い人を連れに来たのだろうが、あの綺麗な鳥はもう巣の中で歌ってはいない。あれは猫が襲ってってしまったよ。今度はお前の目玉もかきむしるかもしれない。ラプンツェルはもうお前のものじゃない。お前はもう二度とあれに会うことはあるまいよ。こう言われたので、王子はあまりの悲しさに
取りのぼせて前後の考えもなく塔の上から飛び降りました。幸いにも命には別状もなかったが、落ちた拍子に茨へ引っかかって目をつぶしてしまいました。それからは見えない目で森の中を探り回り、木の根や草の実を食べて、ただ失った妻のことを考えて泣いたり嘆いたりするばかりでした。王子はこういう哀れな有様で、数年の間あてもなくさまよい歩いた後、とうとうラプンツェルが捨てられた砂漠までやってきました。ラプンツェルはその後男と女の双子を産んで、この砂漠の中に悲しい日を送っていたのです。王子はここまで来るとどこからか聞いたことのある声が耳に入ったので、声のする方へ進んでいくと、ラプンツェルがすぐに王子を認めて、いきなり抱きついて泣きました。そしてその涙が王子の目へ入ると、たちまち両方の目が開いて、前の通りよく見えるようになりました。そこで王子はラプンツェルを連れて国へ帰りましたが、国の人々は大変大喜びでこの二人を迎えました。このあと二人は長い間仲睦まじく幸福に暮らしました。それにしてもあの年寄った魔女はどうなったのでしょう。それは誰も知ったものはありません。フィン。以上、ラプンツェルでした。ありがとうございました。おやすみなさい。